ロムサムニだ。はい、というわけで、はい、一泊二日韓国の旅来ました。おはよう。なんで韓国に来たかというと、お肌のメンテナンスをしに韓国に来ました。あら、でもなんか美肌効果みたいについてあんまりそのグロミはないのか。うん、確かに実際見ると結構グロミあります。なんかソワちゃんがおすすめしてくれて、で詳細はフクレノのチャンネルの方で載ってるんですけど、皮膚科行ってきました。はい、皮膚科で9時間、9時間いました、本当にぐらいおって、もう全部ハイフからピーリングとか、そうレーザーから何から、そうニキビ潰したりとか、1から10までやってもらって、今絶賛ダウンタイムでちょっと腫れてるんですけど、そう普通にめちゃめちゃ痛い。顎下が一番なんか痛いんですよ。そうなの。はい、来ました。来ました。ニキビ潰されるのはほんまに涙がいっぱい、号泣に痛くて、私もめっちゃ痛みに強いのに大号泣。うれやも強いのに。で、現在の時刻がなんと、せーの、OMG から OMG ということで、本当に今回のメインはそれだけだったので、そうメイク道具も2人とも持ってきてないし、服もこれしか持ってきてないし、手提げ袋1個で、はい、来ました。来まして、ご飯を食べて、明日は買い物の日にしたいなと思ってるので、来ちゃいました。来ちゃいました。ここはどういうとこなんやろ。これね、なんかね、韓国料理、なんかちょっと海鮮多めな、ここは、カンナムです。今うちらカンナムのホテルで泊まってるので、カンナムに来て、そうです、オーバーカンナムさ。でもちろん今花がダウンタイム中なので、はい、お酒は飲めません、はい、なんかこれもらいましたけど、そう飲めません。もうなんか普通になんかトンってやられて、はい、飲めません。でもやっぱ日本と全然違う。もう全部そのお医者さんがもうここあなたはこうした方がいい、こうした方がいいと教えてくれて、なんか必要ない施術は言わん。そうそうそう、なんかさ、日本の人ってその結構お金目的な人多いから、なんかここやってもいいかもねとか、別にいらんことを言ってくるから、なんかあ、じゃあやった方がいいかなって言って、なんか無駄にお金を使っちゃうことになるから、まあ、韓国の人はここはいらん、ここはいるってちゃんと言ってくれるから、それがめちゃめちゃいいなと思いました。実際見るとね、結構ね、今ボロボロで結構疲れたね。わーカムサムニダン。あ、カムサムニダン。あ、カムサムニダン。あ、美味しそう、ユッケ。いただきましょう。いただきます。いただきまし、いただきまし。うん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 、あ、うん、しみるわ。ユッケの量めちゃめちゃ多いよ、すごい。初めての2人旅な、いつもそう、いろんな人に任せきりやったからさ、緊張の2人旅って感じ。でも意外といけたね。結構フクレナが飛行機取ってくれたり、いろいろやってくれたで。でも全然、ほんまになんかその手順踏んだら意外といけんねやって、うん、で、駐車の後とかはなんか肝細胞入れてもらったり、うん、あれも入れてもらった、コラーゲン。本当に痛いの。痛いな。ちょっと別々の部屋で動画回そうと思ったけど、うん、泣きすぎて痛すぎて動画も回す気力もないぐらい。多分精神的にも全然その余裕がないと思う。うん、でもどうなるか楽しみ。こいつやつやなったらいいな。肌質は絶対変わると思うよ、あんなにレーザー当てたら。だから2ヶ月に1回とか定期的に来るから一番いいよな。うん、ソワちゃん12月行って、2月も行ってるってやつだから2ヶ月間隔ぐらい。うちら飲み物頼んだよね。なんて言うっけ。チョギよ、チョギよ、チョギよ。あってますか。すみませんの、あっちのすみませんになっちゃう。ごめんなさいの方になっちゃう。エクスキューズにすみません。エクスキューズミー。どういうか、これ何やったっけ。プルコギとイカのどうだろうこうだろう炒め物みたいな。おいしそう。あ、
すごいシステムなんですよ。氷来ましたよ。ウーロンティー。ウーロンティー。ウーロンティー。ムルスティー。あ、ムルスティー。ムルスティー。あー、全部。オッケー。カムサムニダー。何がおもろいね。せーの、せーで。じゃーん。じゃーん。わぁ、おいしそう。チヂミ。あー、カムサムニダー。うん、うん、マジだよ。なんか今回のうちらの旅さ、いい人ばっかりじゃない？タクシーの人もさ、いい人ばっかり。今ね、韓国ね、そんなに寒くない。12月に来た時の方が寒かった。日本よりちょい寒ぐらい。なんか風が吹いてないから。そう、その時は待ってた。あ、韓国が美味しい。でも韓国のチヂミってスープライカが好きなんだよね。わかる。え、夜カフェ行こうよ、これ食べたら。よし、暑いからさ、がっつり行こうやんやん。てか、今韓国日本人少ない。うちらランチする予定で、あんまり食べずに来たのに、1時半ぐらいに昼がついて、まあ遅くても5時ぐらいには終わるかなと思って、そしたら夜ご飯ちょうどいいかなと思って、そしたら終わったのが11時で、お城のお腹空いて。いや、今回やったらもう、毎月、肌だけでいけるから。オニオンとか遭遇しんかな。事務所で前で待ってたりしてるから。ああ、入れるね。オニオンに飲みたい。ゆっくりよ。でも韓国って思うけど、 IU がめっちゃ多い。ハスターとか IU めっちゃ多い。国民の初恋らしい。私は何だろう、国民。驚き。え、笑わせといて。誰かな。国民の驚き。いや、初めて見て驚いても、おはようでやるんですけど。国民の驚きよ。そう、え、うちのこと最初やりねえか。おはようでやる。TikTok とツイッターで回っていた。え、何おはようでやる。超懐かしい、おはようでやる。3年前。あ、そんなだった。あれは実家ですよ。まだだってあれ高3だもん。高3の春夏か。そうよ。はい、はい。こんな感じでご飯食べて、夜カフェで会いましょう。そうだね。近くに24時間のカフェがあったので。マジ近くやった。え、マジで歩いて2秒って感じ。2秒はめっちゃうざいけど。こんな感じの3階建てで、なんかね、白基調でめっちゃ可愛い。なんか日本もさ、こういうの増えればいいのに。確かに建築がね、ダメらしい。何建築だろう。なんか厳しいねって。だからこういう感じで可愛くできたりしやんらしい。私はこの桜っぽいケーキにしました。私はこのブデカチョコケーキにしました。さっきあんなに食べたじゃんか。私イチゴなのにまたイチゴのシェイクにしちゃった。なんてっけ、イチゴ好きって言われる。大好き。あ、そう、言わへん。お前恥ずかしくない、イチゴ好きって言ったら。なんで一番やで。だってうち紅生姜が一番好き。全然可愛くて。紅生姜なんかさ、長くねって思う。ちょっと写真撮ろう。まあ、うちも撮ろう。おしゃれ撮ろう。どっちがうまく寿司系しよう。どっちがうまいですか。せーの、いただきます。ここで勝負を決めてます。それはそう、決まりません。決まりませんから。二人とも自分が一番だと思ってるので。せーの、にゃーん。多分結構混ぜる系やね。混ぜる系だよ。私これね、絶対落とすねんな。出ちゃったこ言って。ほんと、ほんとにこぼす。ビビる。ビビる。やばい、冷たい冷たい。ほら、こうやってホットにすればよかった。まあ、可愛さで選んじゃったよね。そう、やっぱ女子。しかもなんかその、いちいち翻訳使うのめんどくさくて、その一番なんかおすすめみたいなやつにした。でもいちごがね、冷凍じゃない。本物美味しい。芋なんかバニラ。いや、もっともっと美味しかったと思う。もっともっと。あ？ブチギレ。初めて人にあーんって言われた。本物のイチゴ使ってんのもちょっとポイント高ない。だいたい冷凍じゃん。確かに。ケーキ食べてみようか。なにこれ、何が正解これ。え、ちゃうやろ、これフィルムを剥がして。え、フィルムどこなの。よく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 、やってみて。やってみてじゃなくて、ちゃうちゃう、やってやろ。普通やってみてじゃなくて。いや、びっくりした、やってみてって。
どういうこと？チャレンジしてみよう。ほじってった方が早くない？絶対せんの、ほじるわ。何おもろいね。ちょっとアウターのよけてたあアウターのガウンとなんかもこつき上げてる。下ネタやん。いや、深夜テンション入ってきた。これこれちょっと置いてもらっていい？置いてみて置いて置いてみてるから置いてみてやってごらん。うざすぎ。師匠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 の言い方やで。今日うちらお風呂入らないと決めました、はい、いや、入らん方がいいねん。正当化しすぎ。じゃあ入らん方がいいのは嘘やけど、あのまず浴槽は入れないので、顔も洗ったらダメで、そう、頭と体しか洗わへんから、まあそうやったらいいんじゃないっていう、うん、どう、うん、それはどっち、うまむず顔。いただきまーす。は人の血には厳しい。自分の血には甘いくせに、うん、そういえばさっきプリ取った、ダウンタイムプリ初めての。でうち最近思ったんやけどさ、ウサギロシってさ世界共通なの？え、ネウシトラウタスミもされとりにいってさ、え、でも世界共通すごくない？で、ケンゾーも去年トラ出してて、今年ウサギ出したり、ディオールもウサギ出したりしてる。ケンゾー今年ゾウ出しとって、あのさあのえ、マジで世界共通なの？じゃない、なんか日本のそういうのを取り入れるみたいなのじゃない？そういうことかな。だってさ、海外のインスタグラマーもさ、ウサギのさ、うんうん、かぶり物かぶってだったりしてるけどさ、ね、え、世界共通なんかな？嫌としたら日本すごくない？うん、すごい。誇り、もし誇り、先祖に感謝。なんかさ、余裕があらへん今回。うん、どうする、あれしたい、これしたい、あれしたい、これしたい、そうで、どうする、どうするって感じやん。なんか全員がやりたいことが多いから、そう、今回ちょっと割とゆっくりめじゃない？え、そう、これやることはこれだけやから、やりたいことに一人やん、うちの、うん、日本もマジで夜カフェ流行ってるしなあ。あともう今1時だよ。10時やってるのやばい、うん、なんか漫才コンビみたいな、超豪華6なくし可愛すぎる。例の小6めっちゃ擦れてる顔、擦れてる顔、やんちゃそうみたいな。で、やんちゃの時期ってあった？染めてた、ブリーチ。え、友達と、で、先生に怒られてもうずっと染めたりしてた。でもあるよね、誰しも、うん、でも、だからそれが早くてよかったんだと思う。あ、わかるわかる。遅かったらさ、大人ってめっちゃこじらせるやん。みんなパソコン持ってる、何しとんの？編集部な全員 YouTuber ってこと？でも YouTuber も助かると思う、こう夜カフェあったら。よし、なんか甘いの食べたいなって。え、なるなるなる。ちゃんとしたこういうケーキがあればさ、うん、飲みに行かず、うん、ほう、なんか喋りたいだけやん、生たちって結局。なんか私、韓国って思ったけどさ、韓国の方が日本よりさ、人に興味なくない？うん、なんかチラチラ見やすい。なんかさ、私って割とさ、変わった格好するやん、うん、で、日本ってさ、絶対見られるのね。私って知らんくても。けど私、韓国一回も見られてない。今日もバカみたいにでかいファーのさ、コート、そう、カラスみたいな、うん、あのさ、なんだっけ、あの、千と千尋の、あ、違った、あ、違う、なんだっけ、ハウルの、魔女の、あ、ハウルの、ハウルハウルの、あの、おばあちゃん、おばあちゃんの方、なんかカラスみたいな、ハウルカラスになるやん、なんかカラスのおばあちゃんとかもそんな感じやろ。カラスのおばあちゃんハウルにおるやん、カラスのおばあちゃん、あの、でっかいおばあちゃん、そう、こんなに虹あごん、あれカラスなの？カラスみたいじゃない酒入っとる何の時間？え、ママと連絡する、LINE する？あ、して、今日もした。おいしそう。ちゃんと返す人？ちゃんと返す。え、最近仲直りして。俺たち、めっちゃ冷戦期間も死ぬほど長くて、5年ぐらい冷戦やって。言っとったね。で、最近、仲良くなった。よかったね。でも、お姉ちゃんと喧嘩し始めた、次。今度ね。じゃあ、誰かしらと喧嘩してこなかったの？そう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 。お母さんはね、結構ブレイキングダウンって感じ。え、ブレイキングダウン出るとしたら誰と戦いたい？とは絶対嫌強そう、マジでマジ戦いたいって言ったらマジでその宣戦布告やから、その人のことを嫌いってことやから。あ、そういうことなんや、あれ。え、そうやろ。だから、うん、まあでもこことこう戦ったら面白いなっていうのもあると思うけど、金持ちと貧乏とか、あ、なんか因縁同士みたいな戦いが多い。うち出るとしたら誰と戦うかな？
こうリアルで答えていい、うん、身長誰と同じぐらい体重とか。えユピとかじゃないマジで。あでもユピの方が重いか。ユピの方が軽い。ちなみに言うと15キロぐらい差あります。顔だけ顔の小ささで言っちゃった、うん、でもガチで勝っちゃう。ガッツンやってだからマジで強いの。多分格闘技とか始めたらマジでセンスあるよとは。だよねだよねじゃねえし。だよね。まず運動ができてた人は全部掴むのがうまいから。でも私最近気づいてんけど足のスポーツできるの。ね、足のスポーツって。だからうち9年間走ることばっかりしてきたもんで応用ができへんの。サッカー苦手、うん、でスノボも苦手やった。R1 じゃなくてラウンド1にあるさ R1 スケートわかる、うん、ローラースケート、うん、あれもできへん。え足系の応用できんの。え元陸上部やった人分からん。うちマジでできない。回数を重ねないと多分無理ないで。ああいうえ間違えた。ミヤネ屋ただのミヤネ屋それニュース番組アイブになりたい。無理よ、メンバー決まってないから。そういうマジレス求めてない。日本人やった。結構有村架純の顔大好きやね。あんまり人生超得してるけど有村架純絶妙なの。分からんな。全然伝わってない。誰が好き、その女優とか。小松菜奈ちゃんとか、はい、三好彩香ちゃん。ああ、黒髪やな。もう一番好きな女優は夏木マリさん。へえ。こういう私おばあちゃんになりたいの。そう私ねかっこいいおばあちゃんになりたいの。いや可愛いおばあちゃんになりたい。それってタイプマジ真逆だよね。うん。メイクメイクし合おうよ。あんたはまだ元がさちゃんとあるやん。私はさ元がないでさ切開ラインでめっちゃ顔変わるやん。アイラインとか。マジで最近のレアのメイクをやりたい。思ってるやんそうやって。そんな変わらんやろって。マジ変わるから。やばい。二人だけ作ってもらったらもうほんまにやん。もうやろ。いつか。やる気ねえだろ。同じマンションよりいつでもできる。同じマンションってすごくない。だってうちら出会ったのさ、え、うちね、覚えてるの。うちらが仲良くなったきっかけはコラボじゃなくてヘラヘラのシャッフルユニット。その後にご飯行ったやん。行った韓国料理アリシャンさんチームに。その時に隣の席やった。あ、そうや。で、それが2回目だったの。あった。そうや、そうや。その時に仲良くなったの覚えてる。確かに。で、どんどんあのジンジンチとかで集まるようになって、うん、え、ふっかるやからね。あ、まあ、そりゃそう。結構ふっかるの人好きやねん。わかる。なんか、今何してるで、パッて会える人。予定立てれへんもん。わかる。だからそこが合うやろ、うん、結構やん。今までの彼氏とかもふっかるな人多い。あ、そうなの。自分がふっかるやから何してるって言ってくれる人が好き。え、わかる。2週間前の予定とか超嫌。マジで無理。うちカレンダーに遊びのスケジュール入れるの苦手なの。イエス、イエス、イエス、イエス。てかなんか旅行とかやったらいいんやけど。旅行とかやったらそれ計画立てなあかんもん。夜ご飯とかなったら。そう、だからもうなんか今からとか誘い全部今からがいい。お互いふっかるなのが多分フィーリングが合うってことないと。そうそう、本当にそう。でもうち最近恋バナをね、うん、YouTube ですると、お前の恋愛興味ないっていうコメントが高いかわいそうすぎ。みんな興味出して話ぐらい聞いてよ。じゃあ付き合いたいけどその人に彼女がおったりなんか好きな人がおるんやなって相談されてたらどうする。うちまだ好きにならないから。え、でももう顔とかその優しさとかもう好きになっちゃった時点で。え、でもさ、私が思うのは一目惚れ以外やった場合、一目惚れ以外ってさ、例えば優しくされたりとか、うん、好意を持たれるような行動を男側がしとって初めて好きになるやん。うち逆にそれで彼女おるって知ったら、えって引いちゃう。ちょっと。あ、なるほどね。彼女おるのにそういう行動を平気でいろんな女の人にするんや。好きって思…え好きって思われるような行動をしちゃうんやと思っちゃう。それすごい正しい。だからもう過去の恋愛でその駆け引きとかそういうのがトラウマになっちゃったから、極端なこと言うなら初めまして付き合ってくださいぐらいのレベルでいいぐらいストレートに来てほしい。え、でもね、もう結局ストレートな人に弱いって。もそう、ストレートな人に弱い。好きって言われてさ、えっ肝とはならんよ。まあならんね。ストレートに来られてどうか否か、うんうん、っていうのは考えるけど、でもなんかこっちもなんかその友達い続けるより好きって言われて、あ、もう無理やったら無理で断って、その人が新しい道に進むかこっちと一緒に進むかっていうのを決めた方が早いから。そう、男の子もそうなんよね。そう、恋愛には誰も興味ないということで。それが分かった回でした。はい。
すいませんでした。韓国明日はもう本当に買い物して帰るだけなんで。そう、夜帰るだけなんで。充実していい休日にしたいと思います。はい、バイバーイ。ユーピーマンの指ハート、あれちゃん、カフハート。